スペンサー・リー・ハワードは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンルイス・オビスポ出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、MLB のテキサス・レンジャーズ所属。2017年の MLB ドラフト2巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズで、プロデビュー。9試合に先発登板して1勝1敗。 防御率4.45、40奪三振を記録した。2018年は A 級レイクウッドブルークローズでプレーし、23試合に先発登板して9勝8敗、防御率3.78、147奪三振を記録した。2019年はルーキー級ガルフコーストリーグフィリーズ、A 級クリアウォータースレッシャーズ、A 級レディングファイティングフィルズでプレーし、 3球団合計で15試合に先発登板して3勝1敗、防御率2.03、94奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。さらに11月に開催の第2回 WBSC プレミアジュニア,アメリカ合衆国代表に選出されたが、登板はしなかった。2020年8月9日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のアトランタブレーブスとのダブルヘッダー第2試合に先発したが4.2回を4失点で敗戦投手となった。この年はメジャーで6試合に先発登板して1勝2敗、防御率5.92、23奪三振を記録した。2021年7月30日にカイル・ギブソン、イアン・ケネディとのトレードでハンス・クラウス、 ケビン・ガウリ、ジョシュ・ゲスナーと共にテキサス・レンジャーズへ移籍した。100マイルパーアワーに届く、快速球と、スライダーが武器であり、カーブ、チェンジアップも上質である。ありがとうございます。